ます。ありがとうございます。アリピーさん、ありがとうございます。竹島さん、こんにちは。天皇杯ビト戦はガンバが勝利しましたね。そして代表のフランス戦は初めて日本がフランスに勝利しましたね。今野選手頑張ってましたね。遠藤選手も井原さんに並び A マッチ122戦に達成しましたね。この調子で記録を伸ばしてほしいです。アリピーさん、ね、本当ですよね。もう遠藤選手なんか真っ白のユニフォームがドロドロになるまで頑張ってはりました、ね、顔も真っ赤でしたよね。本当にね、勝利での記録達成良かったです。そして今野選手もあまりねいい活躍した。あれはなんかもうまた帰ってこられてクラブでやったんですよね。もうチームで貢献したりですね、多分ね言わはると思いますわ。あ、そしてアリピーさん、続きありがとうございます。竹島さんの先ほどのね、実家のお米は残念ながら小米をもらってきました。次回新米確実ですすいません、恥ずかしながらお米の種類分かっていないですが、市販されているお米より美味しいですよっていうことなんですけれども、すいません、勝手にも新米と思ってしまって次の新米楽しみですよね。それから今日のガンバは朝から練習、そしてプラチナパーティー、サポーターミーティングもあったりと、ね、また詳しい情報が入りましたら教えてくださいねとアリピーさんからいただいているんですが、早速ね情報ありがとうございます。ちょっと名前がないんですけどメールありがとうございます。竹島さん、こんにちは。今日はガンバのサポーターミーティングに来ています。前半は荒れ模様でした。1時間半の予定時間のうちトップチームの現状に関する話題に1時間10分かかりました。夏の補強で勝ち点を積み上げた実績をやたら強調されたんですが、残り6試合で降格圏内にいる状況で今更の話です。そして今はスタジアムに関する話題です。現状のおよそ75億円の募金額では屋根がつかないらしいですよ。ガンバの現状もスタジアムも不安で仕方がないですといただいています。そうですか、お疲れ様です。皆さんね、今日はサポーターミーティングにも出席されているんでしょうね。今日のサポーターミーティングなんですけどもね、会場が9時半、開始は10時、そして終了が11時予定だったんですけどもね、メールの情報によりますと結構かかっているということでね。やっぱり補強問題ですか、トップチームの条件については皆さん気になることでしょうね。やっぱりこういった時にしかね、直にお話を聞くこともできないんでね、ぜひ身のあるねお話やったらいいなと思うんですけども、どんな質問が出たんでしょうかね。まあでも本当にイニエナガ選手や岩下選手、そしてレアンドロ選手の補強はありましたしね、勝ち点は積み上げたんですけど他のチームも勝ってるんでね、なかなかこれが本当に残り6試合でね厳しい状況は変わりないっていうところがやっぱり皆さんね心を痛めてらっしゃるところではあると思いますよ。もう分かりませんもんね、気持ちがね、どうしましょうかねと思いますしね。まあ、そんな中ですね、この間の10日の天皇杯なんですけど、水戸戦、去年ね敗れてしまった水戸相手にね戦いました。もうこちらもですね、先発メンバーがね遠藤選手と今野選手いないということで、ゴールキーパーがまず武田選手、そして右から梶選手、センターバックは岩下選手と丹羽選手はコンビを組み、左が藤原選手、そしてボランチが明神選手、武井選手、そして中盤がプラッタシュー、そして二川選手で、レアンドロ・パウリーヌといった感じでございましたけれどもね。これもなんていうんですかね、もうね休ませとかいろいろあると思うんですけれども、ボランチに家長君最初から出したらいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、試してみるっていった面ではね、今度また疲れて遠藤君帰ってきますしね。まあ、そんなことも皆さん言ったんですがね、もうそれぞれがねこの方がええんちゃいかとか言い出したらねキリがないですけども、まあでもここでは言いましょうよ皆さん、このコーナーではね。そんな、10日の天皇杯の水戸戦の後なんですけど、選手はどのように応えるんでしょうか。それではちょっと私もちょっと最初からボランチに出たらよかったんちゃうと思ってしまった家長選手ですが、ちょっとねアイシングしながら出来はりました。まあどのようにね試合を見てはったんでしょうか、お聞きください。試合状況の方はどのようにご覧になっていましたか。いや良くなかったと思いますし、まあ、そんな感じは見てましたけど、どういったところを、まあ、改善していくことがあって、いやもう僕の時はもう勝ってたんで最後試合を終わらせただけでしたけど、時間短かったし、まあ、進化成果させるためにも、まあ、いろんな動き必要になってくると思うんですけど、そうですね、まあ、使われる
る時の状況があると思うし、そういう状況を全うできたらいいと思うし、それだけですね。リーグ戦ではまた先発としての期待があると思うんですけども、そうですね、まあまた出してもらえるように日頃から頑張りたいですけど、リーグ戦までちょっと時間がありますけれども、チームどのようにって思っていたらと思っていらっしゃいますか。いや、まあ別に変わることはなくないと思うし、個人的にはコンディション上げていきたいし、まあ、チームとしては別にもう本当にこう今まで続けてきていることをやれることと、まあ、やっぱりこの前負けたので、まあ、その原因はやっぱりまたあると思うので、まあ、そういうのをまた修正していきたいですけど、試合はやっぱり勝ちたいし、まあ、みんな出たいし点決めたいしっていうのは一緒だし、それが一応重要だと思うので、まあ、でもJリーグの方が優先順位としては高いと思うので、まあ、まず残留しないと天皇杯優勝が見てられないので、そっちの方がいいんですね。はい、稲賀選手もね、ベンチ外ではチーム状況あまり良くなかったんでね、寝る時間もちょっと短かったと言ってましたけど、本当にまあ次のリーグ戦でね、本当に輝きを見せてほしいところでございますよね。もうやっぱりこういろんなこうなんていうんですか、こうね、水戸の選手にみんなこう囲まれてね、これはちょっと囲まれすぎて出られへんのちゃうかと思ったところから、稲賀選手がもう突破してきてね、さすが強いな、倒されへんなってみんなね、こう歯がゆみになってこう倒されそうになったのに、全然倒れませんでした、ね、稲賀選手はほんま強いです。本当にその馬力とすごいところをね、見せてほしいと思いますよ、次のね、フロンターレ戦ね。さあ、そしてやっぱりこの人からパスが出ましたよ、二川選手。またね、もうね、あれですよ、ガンバ TV の取材はね、もう堂々と断ってました、今回は。もういいですよ、いいですよ、二川選手言われたね、あ、いいですよ、いいです、おいおいおい、断ってるで、とか言って待てーって言ってみんなでね、捕まえてきましたので、短いですけど、お聞きください。レアンドが狙ってくれてるんで、まあ、それに合わせただけですけど、前半途中からやっぱり動いて縦パスが入っていけばいい形は作れてたりしたんで、やっぱりそういう動き、与えて動いてとか、そういう基本的なことを、まあ、心がけてやりましたけど、まあ、相手が、ね、やっぱりコンパクトにラインも高くしてるし、やっぱり動いて間でもらっていかないとなかなか崩せないと思うので、そういうところが、まあ、少なかったかなというね、二川選手短いですけど答えてくれましたね。やっぱり思うところはいろいろあるでしょうけれども、このね、二川選手のパスをね、待ってるレアンドロ選手のためにもコンスタントに長くセットで使ってあげてほしいものでございますよ、ね、もう涼しくなってきたので二川選手も大丈夫です、90分持ちますね、よろしくお願いします。誰に言うてでしょうか。さて、続いてはそのパスを待っているレアンドロ選手のインタビューをお聞きください。今一緒にチーム金業務管理に何て言うんじゃったダブスクラムのメンタリティングはシマゴラキンダスクリーバージョンフットロールグータコリダージョンフットロールセットでアカビパーチンエリビューのメロパーシーをフィフェリーのコンクルーション。まあ、なかなかうまい形で崩したりしてできなかったので、まあ、裏は狙ってたんですけども、ボールもなかなか来てなかったので、あのタイミングで、まあ、ちょうど二川からいいボールが来たので、であとは決めることでしたので、あとは決めるだけでした。Chance de chegar até o final para
正直なかなか難しいそういうカップ戦ですので、負けたらもすぐも出場権がなくなってしまうという、難しいですけども、まあ、最後まで、引き締めてチャンピオンを目指します。本当にリーグ戦はどうなるんだろうと思っているんですけども、こう天皇杯ね、ペアンドル選手の気を引き締めて最後まで気を引き締めてチャンピオンを目指しますと力強く語ってくれました。こういう意識で ね本当に天皇杯も諦めず戦っていただきたいと思います。さあ続いては、この日ゴールを守りました武田選手、ね、どのような思いだったんでしょうか。お聞きください。まだまだまだな、最初いきなり刑事に来ていやもうそうですね、まああれは自分のミスだと思うし、まあ変に目立ってしまったかなと、そういう試合をしてしまったなという感じです。で J リーグの試合とかやったらあそこで食われてやられてるんだろうなっていうふうに思いましたね。そんなこと岩下選手やニュアンスといろいろお話はされたんですか。まあ、それはもうそうですね、とにかくそのラインを上げるときに、まあ、自分も一緒にこうポジションを変えてくれっていうようには言われてて、ずっと裏のボールの連携は細かく確認はし合ったりはしてました。試合でやれた部分っていうのはどういうところになりますか。そうですね、自分としては本当にあんまり良くない出来やって、まあ、それをとにかく落ち着いてやれた、じゃやれた試合でしたけど、まあ、もっと入りを大事にしていきたいなと思う。次はなかなかのガンマの得点が今日はそんなに機能を阻止したかっただけに、その集中とかも大変だったという最悪の結果を考えながらやってたから、まあ、やっぱね今苦しいチーム状況でそんな簡単に入ることはないっていうふうに思いながらやってたから、別にそこは何もじれずにやれたかなと思います。そこは本当に何としてもっていう気持ちで知ってて不在だった。そうですね、そこはやっぱみんなもそういう気持ちやったし、球際は最後まで強く、まあ、行くとこ行けてたと思うんで、まあ、それは良かったと思います。そこそこ試合前とかお話されたんですか。あ、はい、ちょっとどんなことを言われました。いや、まあよろしくって頑張ってみたいな感じで対戦してどうでしょう、この。そうですね、やっぱ一旦上がってきた時にクロスの精度って高いの分かってたから、それは本当に気をつけてやろうと思ってました。リーグ戦の岩下選手とのコンビでまた力を発揮していきたいですね。そうですね、まあ、もっと、まあ、あと一周空くんでそこで練習でコミュニケーションを取ってやっていきたいと思います。武田選手なんですけどもね、最後に水戸に張る、ね、市川大輔選手ね、若くして日本代表にねっていう、市川選手のポンと戦ってね話しかけられていました。まあ、こういったねいろんなね先輩に揉まれて頑張ってきた武田選手なんですけども、ぜひ頑張ってもね力を発揮してほしいです。そんな、武田選手なんですけどね、岩瀬選手と清水選手のね同僚になった。で岩瀬選手がさらに1歳年上ということなんですけど、その岩下選手に試合後話を聞いてきました。まあ、ゲームについて、そしてねこの日の武田選手のプレーについても語ってくれています。まあ、本当大事なゲームだったんで、まあ、とにかく次のステージに行くことが大事だったんで、まあ、それは良かったかなと思います。ある程度バランスよく守れたかなと思いますし、その決定的なシーンっていうのはほとんどなかったと思うんで、まあ、セット前のところでちょっと確認はしないといけない部分はありますけど、2人 の, そのセンターバックの関係っていうのは問題なかったと思いますし、まあ本当その結果が大事だったんで一発勝負ですし、まあ、去年負けてるってこと
にならないなと思うんで、まあ本当、月曜日は1点負けてるようじゃ、J1 に残留できないと思いますし、残り6試合、それよりも全然強いチームと当たるわけで、そういう相手にもちろん勝ち点差を取らなきゃいけないわけだから、やっぱりどの選手が出た、もう代表の選手がいないからといっても、やっぱ次、勝つことも大事だし、天皇杯なんでね、次のステージに行くことがもちろん大事なんで、まあ当たり前かなと思います。やってますけども、その辺したいやいや、まあもう彼にも言いましたけど、あんな相手にゴール前でパスしてるようじゃ全然話にならないし、レギュラーを取る気持ちでやるんだったら、ね、もっとやってほしいなとは思いますよ、はい、武田君言われてますよ、先輩に厳しい一言ね。でもやっぱりこういう厳しい先輩がいないとね、もうね成長していかないですからね。吉田君、これからもビシビシとお願いします。あ、ここで四つんさんメールありがとうございます。こんにちは、竹島さん、先ほどからカレーが食べたくなってきました。あ、なんかね、あったかいカレー、いい季節になりました。先日近所のスーパーで岩下選手にそっくりの方を見かけました。まさか本人と思うぐらい似ていたので、伊丹の大型スーパーに行かれたことがあるか聞いてほしいです。わかりました。岩下選手はピッチではこわもてで近寄りがたい気がするのですが、友人の話によると練習場でのファンサービスはめっちゃ笑顔で優しい数だと聞きました。ほんまですか？確かめてきてください。本当なら私もぜひ練習場に会いに行きたいと思いますといただいております。これはほんまでしょうね。あのこういうとこ試合後のインタビューはすごい厳しいんですけれども、まあ、ファンの皆さんに受け答えされてるとき笑顔でね、結構みんなキャーとか言われてるし、なんか優しいし、男前やしね、代理人の人はいい性格が言うてるし、で私たちもこうなんていうんですか、こういったこう試合の時は厳しいこと言われるんですけれども、まあ、普通のね、まあ、こうちょっとね柔らかめの質問ですと、もすっごいいい笑顔で優しく答えてくれますということでね、今度ロングインタビューを撮ってきますので、皆さんもっともっとあの何ですか、聞いてみたいということねございましたら、ファックスのお寄せください。よろしくお願いします。そして、よっつんさんのリクエストなんですけども、スキマスイッチボーカルの大橋拓也君のソロライブに行ってきたので、始まりの歌かありがとうお願いしますといただいております。いいですね、ライブね。では、このガンバコーナーの後で、お届けしますので、どうぞお楽しみに。さあ、そしてですね、岩下選手の次は明神選手ね。本当のことならね、あの明神選手はそんなこうやっぱりそんなにね、こういう試合には長く使いたくないで松並さん言ってはるんですけど、やっぱり明神選手がやると困るかなって言われました。そんな明神選手とインタビューお聞きください。悪い流れでいるというのは聞いたのか。まあでも試合も先に取れば優位に進められるし、まあ、とにかく、まあ、天皇杯だったので、まあ、少し気持ちを切り替えてというか、まあ、フレッシュな気持ちでそういうのが入りました。スカウティングから結構つないでくる球があったし、まあ、硬い守備があるというのは分かったので、まあ予想通りです。明日明後日ちょっと2日休みになるので、そこでしっかり切り替えて、まあ、あと残り6試合はもう全て終わって戦わなきゃいけない試合なので、まあ、あんまり前の敗が別荘なので流れかどうかはこれから自分たちで、まあ、残り6に向けてやりたいです。ユージ選手、また全てをかけて戦いたい、残り6試合と語ってくれました。本当にもその人に向けたね、ひたむきなプレーにはいつも心を打たれます。ぜひね、結果を出してあげたいですよね。なんかもうなんていうのも応援するしかないですけども、頑張ってください。さあ、そして佐藤選手のインタビューです。いや、まあ特に指示はないですけど、やっぱり前で、まあ、綺麗になると、あと多分前線からのプレスがちょっと弱かったんで、まあ、それも勝てなかったんじゃないかなっていうのは思います。もちろんやっぱり小技なんで得点も期待されてたのかなと思います。それは残念です。やっぱり相手もかなりコンパクトにしてたんで、まあ、崩しきれてないっていうのは見てて思って、まあ、後半は少し増えたんですけど、まあ、裏に抜けるレアンドロが抜けたやこうしたような、ああいう動きがちょっと少なかったんで、まあ、もう少し前の選手が裏に抜けてそのスペースでもらうとか、そういう工夫が必要だったかなと思います。佐藤君もね、
から遠のいてますけども、リアンドル選手はやっぱり佐藤選手背高いから自分が低いんでね、もうセッて落としてほしいって言ってはるんでね、そういったコンビネーションが多く生まれるといいなと思います。さあ続いては梶選手のインタビューです。なかなか競ってる試合っていうのはあんまり 1-0 で完封っていうのはねないんで、まあ、まあ0で抑えれたっていうのもまあ一つの収穫ですし、まあ、もっと点が取れた試合じゃないかなと思いますけど、まあ、攻めてる時のしっかりとしたバランスを取って、まあ、その中でこう攻撃を仕掛けていくっていう、まあ、縦に入った時にいかにこうリズムを上げていくかっていうのが、テンポを上げていくっていうのが、まあ、前半と後半では違ったんじゃないかなと、まあ、まだまだ遅いと思いますけど、縦パスに入った瞬間のその周りの動き出しであったりっていうところが、まあ前半に比べて速くなったんじゃないかなと思います。予選に向けてなんですけど、はい、今日は課題ですとか、はい、少しこうしなければいけないのか、そうですね、まあ、いつも言ってるのも本当にテンポ上げていかにこう全員が連動した攻撃意識、守備意識を持っているかっていうのが問題だと思うので、まあ、あとも攻めてる時 の, そのリスク管理じゃないですけど、に備えるそのポジション取りであったりというところが非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。消されてからの梶選手、そのポジションですとか、はい、そのプレーに関してはご自身は徐々に良くなっているんで、体の方もだいぶフィットしていきました。石原君とか、まあ、スピードありますけども、はい、何回もやってるだけにもある程度したいので、 そうですね、もう読みさえすれば何も問題はないので、コースに先に入れば石原選手と、はい、そうですね、もう絶対にやられたらいけない相手だったので、必死に抑えました。はい、ここまでとかされたんですか？いや、始まる前にちょっと、はい、喋りましたけど、そんなには喋ってないです。はい、どのような声掛け？いや、怪我はしないかとかそういう感じでは、練習は厳しいと言ってましたけど。ありがとうございます。星原選手が一時期右サイドバックにね、西戸監督にコンバートされた時に真剣に梶選手がね、一個一個技をね教えてはったんですけど、星原選手にどうやった後でって聞いたらね、全然わからへんかったって言ってました。やっぱり不安だったんですね。その2人のねこうちょっとマッチアップが面白かったんですけれども、はい、後ほど星原選手のインタビューもお届けしますね。さて、この人がですね、ね、頑張っておりますよ。木村選手復帰してきておりますね。敦史君久しぶりに会ったんで、皆さんメッセージをもらってきましたので、木村敦史選手のインタビューお聞きください。どうですか状況は？もう大丈夫です。なんかファンの人もなんかボール蹴ってるとすごい喜んでましたけど、はい、もう大丈夫です。そうなんですか。ファンの練習の方どうっていうの？いや、もうジェルソンとみっちりやってます。本当に私も出られないあたり大変な状況にも立ってきてますけれども、どのように、はい、いやいや、もう勝ちしかないんで、はい、これも一日でも早くチームに加われるように、はい、見ても立てられない感じですか？まあ焦ってもあかんっていうのもありますけど、まあでも今は本当に状態いいんで、もう本当ちょっとなんで、今の状況で自分が力になりたいっていうのはすごいありますけど、私も今すぐできてほしいって言ってるんですけど、あそこまで行かれる試合か、そうですね、なんかそういうのをなくさないように試合とかはよく見るようにはしてますし、はい、チームのから離れてもチームのことは理解できるように、はい、チームの練習とかも、まあ、別でも見てるようにはしてますけど、はい、練習試合とか、はい、実際はそういうところはありますか？練習試合ですか？まだ練習試合やってないですけど、やっぱりあ、そうですね、それはまあやっぱり多分自分はもうそのまますぐ行くっていう気持ちはありますけど、はい、やっぱり順番があるみたいなんで、はい、今日は星原選手出場ありましたけども、そうですね、なんか、はい、久しぶりにプレーって頑張ってるなと思って、はい、ブログは激しいけど、連絡はそのブログ以外でも取り合ったんですか？いや、ブログで取り合ってます、はい、なんか励ましの言葉を送られたんですか？いや、特に、はい、まあ、それはもうそんなそういうあれじゃない、はい、じゃあ、楽しみしてるんで、この後やりとりも。この、はい、ブログでじゃあやりとりします。楽しみの復活が待ってますよ。はい、ほんまに一日でも早く合流できるように頑張ります。
けどもね、どうやったんでしょうか。いや本当にあの淳君ぜひ元気に復活してきてください。みんな待ってますよ、ね、さあそして、対戦相手の、水戸ホーリーホップなんですけれども、まずねガンバ大阪を今でも愛してくれてる吉原浩太選手、去年は怪我で、ね、出場できなかったんですけれどもね、今年は短い時間でしたが出場がありました、ね。宮本選手の引退試合の時にもお話を伺いましたけれども、吉原選手の試合後のインタビューお聞きください。ちょっと出るだけだったのそれだけだったんで、もうちょっとなんかチャンス作れるかなとか思ってて、まあ残念やけど、まあこうやってもう一回バックアップに立てたというのはすごいいいなっちゃう。そうそう、じゃあ去年はもうみんなに連れてきてもらったから怪我してたから、だから今回はこうなんていうのこう勝って次のステージに俺がもうちょっとこう活躍しようと思ったけど、まあね、まあ時間も短かったし流れ上ね、まあでもこうやってガンバ苦しめられたっていうことはすごくうちのチームにとってはいい経験になると思うし、でもそっからやっぱその最後ガンバーとの差っていうのはやっぱ3分の2での、あ3分の1最後のやっぱりレアンドロの抜け出しとか、ああいうところにパスを出せるとか、まあ、ああいうところをしっかり決めれるとか、そういうところやと思うんで、まあ、そういうのも水戸は勉強になったかなと思うけど、まあ、うちもこうカウンターって言ってもポゼッションのサッカー今やってるから、だから結構、まあガンバのプレッシャーがちょっと弱かったかなっていうのがあるけど、最初は思ったよりも回せてたね、落ち着いてやれてたし、勝ちたかったなね、浩太選手勝ちたかったなって言うとりました。すいませんね、もうねちょっと勝っていただけでもいかないですけどもね、うちもね大変なんでね。でもやっぱりちょっと浩太選手も対戦しててね、ガンバがちょっとっていうところをね今指摘してくれてはりましたよね。さあ続いて星原健太選手ですね、骨折情報も大子さんからいただいておりましてね、その後すぐガンバの演習場取材の時もちょっと健太の骨折大丈夫かとかね、布団送ってくる言われてるぞとか、ガンバのスタッフもみんなすごいね頑張ってこう支えてはったんですけども出場してくれました。ね、アナウンス上の方が星原健太ってみんなこうねサポーターがわーっと拍手で、ね、迎えてはりました。そんな星原選手、試合後どのように語ったんでしょうか、お聞きください。今日頑張ってみんな待ってました。ね、はい、名前の頃の時に大きな拍手でしたけれども、はい、あそうでした、うん、ちょっとウィングチューの拍手でした。マジですか、なんか気づかなかったです。なんとも、ね、怪我また脂肪で体重ですか、あ落ちたかもしれないです。今日はどうでしたか、ね、ヘアっていう問題で頑張ってもらいました。まあ勝とうと思ってやってたんですけど、まあ、さすがというか決めるとこ決めるなって感じですね。対戦したカディ選手とかも絶対にやられたらあかんと思って感じました。言いたかったっす、なんか特徴を書くだけにやってろっていう気持ちあったと思うんですけど、そうですね、まあ人に合わせというか自分がやれることやろうと思って、ね、監督にもそうやってプラって言われたんで、とにかく走ってって感じでした、まあ、自分的にはちょっとやっぱライン浅いからやりやすいっちゃやりやすいし、まあ、知ってるのもあって、まあ、やりやすかったですね。まだたくさんのガンバからの声援、あるいはシフトからの声援ありましたけども、はい、どんなプレーチームは今日は心がけてはったんですか。まあ、自分としては点まず取ることで、であとはその守備から入れって言われてたんで、チームのやることやって、あとはそうやって裏走って相手のライン下げてっていうのを心がけてやってました。今までもうやっぱり西原選手の愛声援を歌ったファンの皆さんにもメッセージをお願いしたいですね。本当ありがたいし、まあ自分は水戸やけど、まあ、ガンバの選
しょうかね。本当に星原選手、フロー君の食べ物の写真がいつも美味しそうですけれども、ぜひね、向こうで頑張って、またガンバで帰ってきて活躍してほしいと思います。そして大吾さん、メールありがとうございます。昨日は晴天の中、過去最多19チームが出場した第5回ガンバ大阪スカンピオカップに行ってきました。選手、スタッフ、サポーターを含めるとおよそ300名が訪れた中、審判員をさせてもらったのですが、選手やスタッフの協力もあり、なんとか大会を終えることができました。なかなかいい経験ができ、いろいろ学ぶことができました。次はぜひ竹島さんも来てくださいねと伝えております。大吾さん、ありがとうございます。審判員されたんですね。本当にね、この大会を見て力強い方多いと思うんですけれども、また来年ぜひ足を運ばせていただければと思っております。大吾さん、ありがとうございました。さあ、そして、スポーツオーソリティ旧阪急山田店さんからお知らせです。今お店の前には、あのシャンパンゴールドのユニフォーム、家永選手のサイン入りユニフォームが飾られている、このスポーツオーソリティ旧阪急山田店ね、昨日もいいお天気でした。今日はちょっとね、曇りがちなんですけれども、秋はハイキングにキャンプ、アウトドアに出かけるのに最高のシーズンです。アウトドア専門のスタッフの皆さんが秋の楽しみ方を皆様に提案してくださいます。ぜひいろんなグッズ、こんなものもあったのかというのをね、見ていただいて、手に取っていただいて秋を満喫してください。またね、いろいろなスポーツウェア、ニューモデル続々入荷中ということなのでね、スポーツウェアも秋仕様で、ぜひ皆さん楽しんでください。さて、躍動ガンバ2012、来週は、田尻選手のロングインタビューをお届けします。田尻選手も好青年、本当にね、アジさんをはじめいろんな情報ありがとうございました。いろいろ質問しておりますので、ぜひ田尻選手の来週のロングインタビューをお楽しみに。それから岩下選手、佐藤選手、大森選手、西野選手への質問、メッセージ、引き続きお待ちしております。